森マリコは日本の美術家。1990年代の作品は作者自身が登場する写真やビデオ映像によるものが主でアニメの登場人物やサイボーグに扮した森自身が奇抜なファッションで街中や地下鉄の車内に登場している。その他、縄文時代のストーンサークルをモチーフにしたインスタレーションや映像体験型の大型インスタレーションなどがある。 1996年頃からは、仏教、マンダラなど、日本人としてのアイデンティティを強く意識した、映像体験型の大型インスタレーションなどを手掛けている。1990年代半ばからニューヨークを拠点に、作品を発表している。両親は、経済学者の森隆と美術師屋の森陽子。父方の祖父は、森ビル創業者である森大吉郎。1988年、 文化服装学院スタイリスト科卒業後、都営。ロンドンのバイアム、小美術学校。1989年から1992年には、チェルシー美術大学で学ぶ。1992年、ニューヨークのホイットニー美術館が運営する、インディペンデントスタディプログラムで学び、1993年から作品を発表する。1995年3月から4月には、 ニューヨークのアメリカンファインアートで初の個展を開催。同年9月に日本で初の個展メイドインジャパンを東京の資生堂ギャラリーで開催した。1996年のグルノーブル現代美術館、アメリカ、ヨーロッパの各地で個展を開催する。1997年の第47回ベネツィアビエンナーレで優秀賞を受賞。 1999年に、ミラノのプラダ財団法隆寺夢殿の王をモチーフにした映像体験型インスタレーション、ドリームテンプルを展示した。2002年には、母国日本で初の大規模な古典、森マリコピュアランドが開催され、ドリームテンプルも設置される。2005年の第51回ベネツィアビエンナーレに参加して、ウェーブ u f o を,を展示。2007年には、 グローニンガー美術館でで回顧展が開かれる。ありがとうございます。